やられました。ポケモン映画初めてなんですけど、ちょっとびっくりしました。自分とザルードがこう重ね合うっていうところもありましたし、いつか離れる時も来るっていう永遠のテーマのような劇場版ポケットモンスターココ、やられました。リボン軍でしたっけ、 R の ザルードヒロシ、亀みたいなやつ、あ最後幻のポケモンでしょ、あのピンクのやつ。全くポケモンのこと分かってないんですけど、面白かったです。劇場版ポケットモンスターココ、やられました。子供が見るものだと勝手に思ってたんですけど、やられましたね。成長するために自立しようとしてる感じが、なんかちょっと自分に重なる部分があるのかなと思って。劇場版ポケットモンスターココ、あれはやられた。ポケモンの映画は初めて見たんですけど、話の内容がめちゃくちゃ深くてやられましたね。なんか勉強になることばっかでした。劇場版ポケットモンスターココ、子供向けだと思うじゃん。違うんだよ。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、流しますので。お願いします。人がいっぱいいて。全然あの気にならないです。はい。はい、お願いします。お、見てていいんですよね。はい、はい、見てていいです。はい、お願いします。初めてですか、ポケモン映画。本当初めてです。あのアニメも見たことない。だから本番前にスタッフさんに見たことないって言ってたし。ほんで見てたら、でもアニメと全然違いました。あの全くポケモンのこと分かってないんですけど、面白かったです。子供を育てていくんだっていうところの、なんかこう回想シーンがところどころ戻ってくんで、なんか良かったりもしますし、はい。で、ほんと誰一人損せえへんいや、誰一人損せえへん、いい話ですよ、本当にこんなこと誰一人損せえへん、いいアニメに、なぜ僕みたいな心ない人間をオファーしてるのか分かんないんですよ俺 Z やったわってあのなんかそういう夫婦でだからお父さんお母さん子供、できれば3人で見ていただいたりとか、家族みんなで見ていただくと、お母さんの意見も聞けるし、お母さんも子供の前でね、お父さん Z やでとはなかなか言いづらいから、子供が寝静まってからね、あんた Z やったなみたいな、いやお前も Z やでみたいな話も、なんかこう大人同士で喋れるような映画かなともちょっと思ったりも、はい、しました。もし芸人仲間にこの映画をおすすめするとしたら、はい、何とおすすめされますかと。なんか変なボケを相方に持ったら、ああいうツッコミを覚えていかなあかんとか、なんかいろんなところでこうお笑いに生かされるなんかっていうシーンがあったので、はい。じゃあ僕、ごめんなさい、ちょっと待っていただけると、はい、ごめんなさい、ちょっと映ってなくて、ありがとうございます。はい。いや、あの人は、まあ、ギリだよ。はい、あ、じゃあ。なんか手持ちのあれでもいいし。銀紙に怒られないぐらいに。見てらっしゃるときすごいいい表情で見てらっしゃる。いやいやいや、面白かったです。あの1時間半っていいですよね。あのさっと見れますよ、ね、はい、さっと見れるし最後カメラ回ってるときだけモニターでしたけど、なんかエンドロールでなんか喋ってたんですけど、あれ何しゃべった、あれ何しゃべった、多分トータスさんが、あ、そう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 、あ、俺トータス、あ、最後だ、トータス、あ、そうです、だから、あ、やっぱそうかって、あの岡崎体育さんの声ちゃうなと思ってあ、トータスさんか、そうです、そうです、めちゃくちゃ喋ってます。いえいえいえ、では、この劇場での、はい、終わりました、ありがとうござい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 ました、すいません、なんかわざわざすいません、なんか短い時間でしたけど、ありがとうございました、ありがとうございました、お願いします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 。行きましょうか、ちょっと、はい、はい、なので僕質問するんで、はい、で、それに対してこうですけど、みたいな感じで続けていただけると嬉しいです、はい、待ってください、池田さんって久しぶりのポケモン映画、久しぶりだと思いますね。子供の頃に多分見た記憶が少しあります。なるほど、はい、それはテレビアニメとか映画とかどっちですか。あ、アニメは小さい頃よく見てました。あのゲームもやってたので。最初の印象というかどんな印象を持ってますか。いや、なんかポケモン映画ってやっぱちょっと子供が見るものだと勝手に思ってたんですけど、
話の内容がめちゃくちゃ深くて、なんか22歳になった今でもなんか勉強になることばっかでしたね。なるほど。でその22歳になったから分かることとかってありそうですか？なんだろう。でもああいう親子愛みたいのって子供だとまだね、なんかママ大好きパパ大好きぐらいだと思うんですけど、今になるとうわなんか親ってすげえなって思います。協力し合ってみんなで戦うんだっていうのは、そこが通じ合うというか、なんだろう、一緒になってやるっていうのはね、なんかまた新しくてやられましたね。大人になってから見たらそういう感じで見れるかな、うん、なんかセリフでなんかこんな感じのセリフあったなとかって覚えてます？でもまあやっぱりココが言った架け橋になるっていうセリフはやられましたね。ポケモン舐めちゃダメだよって、子供向けだと思うじゃん、違うんだよって言うと思います、そのままのテンションで。じゃあ正面向きで元気にお願いします。はい、はい、行きます。よーい、はい。私みちょぱはココのここにやられた。どうぞ。あなたも劇場でココにやられちゃってください。じゃあ本日の撮影は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。頭も渡してって言われてほしくすいません。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構いろいろと話すと長くなっちゃうんですけど、ここっていうのはやっぱり、まあ、みんなで戦って協力してポケモンと人間が一緒になって同じことを同じ目標のために同じことを一緒にやるっていうところにやられましたね。え？どういう感じ？戦っている感じ。え、ちょっとごめんなさいね、もうごめんなさいって言っときます、ごめんなさい。どんなだったっけ、後ろ姿か。どうしようどうしよう。大丈夫かな。あ、やばいやばい。ごめん、ちょっと待って、やばいかもしれない。戦ってるシーンですよね。そうですね。絵とかこうダメです。めちゃくちゃ苦手です。やばい、どうしよう。なんかこんな感じじゃなかったっけな。どうしようかな。あれ？洋服着てたっけ？洋服着てない。あれ？どうしよう。心配でしかない。ごめんなさい。もうごめんなさい。戦いのシーンですね。戦いのシーンです。ポケモンと人間が表したシーン、はい、できました。できました。じゃあちょっと見ていただいていいですか。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。伝わりますか。バッチリだと思います。本当に。ちなみに書いたのはココです。これココ。髪の毛こんな感じじゃなかったでしたっけ。ちょっとじゃあなんかじゃあどうした、どんな感じだったんだっけと思って、顔にペイントみたいなのはしてたの覚えてて、でなんか本当はあーみたいなの描きたかったんですよ。そしたら歯がなんか上向いちゃって、はい、ちょっと、ありがとうございます。ちょっと後ほどじゃあそのものは撮影させていただきます、はい、ありがとうございます。あー、だからダメって言ったじゃんもう。ポケモンを描けなかったです、ちょっと、はい、ココは描きました。まあ どこの雑誌もなのか分かんないですけど、私がいたポップティーンという雑誌はすごい上下関係が厳しかったので、なんかロケバスに乗る席の場所とかもこの人はこことか、なんかまあ位置的にもやっぱ先輩が後ろだとか、なんかそういうのもまあ決まってたりとか、まあ基本じゃ自分の中でも基本だと思ってるんですけど、
なんかお弁当とかも先輩が酒選んでとか、なんか、うん、そういうのをやってないと怒られるみたいなのはありましたね。うん、こう体育会系というかもう厳しいそうですね。でも自分自身がもともとあのそういうタイプだったのであんまり苦ではなくて、あのそういう体育会系じゃない子はよく怒られてるのを横で聞いてました。うん、いや最近なんですけど、あのまあもともと同じマンションの隣の部屋に母親が住んでて、一人暮らしを二人でしてるみたいな。まあそれもなんかその前までは二人で住んでたんですけど、なんか私自身一人暮らしをしたい、掃除とか洗濯とかそういうのもしたいって言って独立したいみたいな感じで一人暮らししようとしたら、まあ一応心配だからって言ってママもついてきて、で自分自身もなんだかんだやっぱちょっと怖さもあったから隣の部屋を借りて、二部屋借りてたんですけど、最近それをちょっとだけ離れて同じマンションの別の階の別のフロアに離れてあの暮らすことになったので、ちょっとは成長したんじゃないかなって自分の中では思ってるんですけど、うん、どうなんでしょうか。次の子は親離れステップですが、次はどういうステップになりますか。そうですね、今別の階に行けたんで次は隣のマンションぐらいに徐々にあの離れて親離れというか、もう一人で自立できるようにはしたいなっていうふうに思います。いますね、やっぱすごいみちょぱさんみたいな感じで来てくれる子が何人かいて、やっぱそういう子たちはなんかしてあげたいなっていうふうに思って、今でもなんかご飯行ったりとかはします。レイポヨってこと、チャーエナってこと、ナチョスってこと、ホノバビってこと、もうすごい全ひらがなでね、分からない呪文みたいな感じなんですけど結構4人4、5人かなはあのちょこちょこ連絡くれますね。うん、はい、未だに遊び行きたいですとかなんかあった時はなんかすごい長文で LINE が来たりとかして、すごい相談事みたいなのが来たりしますね。あでも今言った子たちは多分全員今卒業したかなですけど、やっぱ卒業のタイミングでもすごい相談を受けて、次何したらいいかわからないんですけどとか、なんかそういう相談とかも受けたりしながら、でもねそこまず離れないと何も変わんないからねっていうことは、うん、言って、まあ、これからどうなるかわかんないけどとりあえずやってみないとだよ何でもっていうことは言ったかな。うん、親か、難しい。いつもでも一応師匠って言ってるのは有吉さんなんですけど親っつったらなんだろう、なんか、うん、変な感じですけど、まあでも一応師匠である有吉弘行さんですかねいろいろやっぱりこう教わったりとか。そうですね、やっぱバラエティ番組は有吉さんの番組に呼んでもらえることがすごく多くて、いろいろそういうなんか芸人さん同士の掛け合いだったりとか、なんかそういうのはなんか言ってもらえるわけじゃないですけど見て学べたなっていうのは有吉さんだったかな。うん、ココが女の子だと途中まで思っててそこが自分的に衝撃だったっていうかあの小さい頃めちゃくちゃ可愛かったじゃないですか、赤ちゃんの時。あでもすごい可愛い女の子って思って見せたら、途中で俺の息子だって言い出したから、あ息子かって思って、シンプルにそこが衝撃的でした。だいぶ上半身裸で。そうそれで、そう、あ確かにそう、よく考えれば男の子かと思って、いやでもなんか可愛らしい感じもあるし、うん、そこがちょっと衝撃的でした。はい、この子でも可愛かった。ホシガリスですか。めちゃくちゃ可愛かったです。なんか最近ほんとポケモンあんまり見てなかったんで、こんな子今いるのと思って、めちゃくちゃ可愛くてね、ずっと今抱いてたんですけどちょいちょいなんかついてきたりとか、ちょこちょこなんか一緒にいるのがすごく可愛くて、この子ちょっとお気に入りになりましたね。うん、
でもホシガリスがいてくれればめちゃくちゃ癒されますね。私も家にグミちゃんっていう愛犬がいるので、仕事終わっていつもグミちゃんのお腹の匂いを嗅いで癒されてるので、ホシガリスがいてくれたらもう疲れが吹き飛ぶと思います。でもまあ中身知らないですけど、ザルード的な優しさはやっぱりなんかちょっとツンデレな感じもあるじゃないですか。なんか言葉をなんか強い感じ、喋り方とかそういうのもなんか強い感じだけど実は優しいみたいな感じはちょっと似た部分ももしかしたらあるんじゃないですかね。いやでもそんな別にないですよ。あのなんか別に皆さんと同じその社会の同じぐらいのルールでなんか挨拶するとか、あの人のものを取らないとか、あの財布盗まないとか、それぐらい本当あんまり変わらないですよ。挨拶だけちゃんとしとけばね、まあ、舞台の上とかなんか本番中とかある程度何か、うん、許されるし、うん、なんか、ね、嫌いな人に嫌いっていうのはちょっと失礼ですけども、なんか好きな人になんか、まあ、不思議な世界で、まあ、嫌いって言ってもなんか許される世界なんでね、ある程度そのいうなんかマナーさえ守ってたら別に問題ないとは思うんですけど、はい。あーなんか言われてたわ、なんか巨人師匠が、オール巨人師匠が厳しいとか言われてましたけど、でもね、あの実際お会いするとそんなあの注意もされることないですし、なんか服装が乱れてるとかあんまりそんな特にないですね、巨人師匠に言われたっていう。この間なんかあの巨人師匠がもう芸能生活もういよいよラストスパートで、どうしてもこの曲をヒットさせたいんやって言って CD もらって、お前絶対聴けよってすごい怖い顔で言われましたけど、あのはい、絶対聴きますよ言うて、それから1週間経ってますけど一切聴いてませんけど、あのでもね、意外とそんな厳しい人いないですね、今やっぱこの時代ですし、まあ、パワハラになったりもするし、だからなんか優しい感じになってますけどね、はい。だこっちのザルードの世界の方が厳しいですよ、本当に掟とか、まあ、確かになんかジャングルを守るとか、なんかザルードっていう、ザルードのなんかこう守るためにやってらっしゃると思うので、こちらの方がなかなか厳しいから、その厳しいところの、まあ、村というか仲間を捨てて人間の子供を育てるっていうのはなんかそういう意味で言うと、だからあのしっかりしてるなっていうふうに思うし、自分がザルードやったら育てへんやろうなっていう、あの人間が住んでるところまで行ってちょっと置いて帰るぐらいですよね、我々ができることっていうのは。だから偉いなと思いましたよ、見ながら。いやだから全然行ってほしいし、やった方がいいと思いますし、なんか垣根ってやっぱ飛び越えた方がやっぱりいいし、行っちゃってね、なんか失敗したなとか違うなと思ったらまた戻ってきやすいじゃないですか。垣根が高すぎるとね、戻ってこれない場合もあるから、ある程度そこそこの垣根にしておいてもらって、だからもともとはだってお笑い芸人さんってね、何でしょうか、地位の低いなんか仕事というか、なんか武井さんとかタモリさんとかさんまさんがなんかすごいテレビで頑張ったというか、あのなんかこう才能を開花させたおかげで、なんかお笑い芸人さんの仕事の幅がすごい広がって、でその後トンネルズさんとかダウンタウンさんとか雲南さんとかまたさらに活躍で、お笑い以外のなんかいろんなちょっと真面目な番組とか、なんか逆に映画作ったりとか、なんかドラマ作ったりとか、そういうなんか多岐にわたる仕事ができるようになったのは、なんか先輩方のおかげっていうところもありますから、ね、そういう道を作ってくれたんで、あるならばその道を行く必要もね、行ってもいいと思いますし、さらに先輩方が作ってないのがあれば、後輩たちがなんかその道を作っていくのも一つです、だし、そういう意味で言うと、だからあんまり自分に制限をなんかこう、自分はここまでだって決めない方がいいとは思いますし、楽しいと思いますよね、その方が。やっぱ基本的に人間の器がすごいちっちゃいんで、人と人との架け橋になったとて、その人たちが解くんじゃないですか。
だから僕やっぱ根っからの Z なんですよね。やらしい性格ですから、架け橋になるよりはそこに入ってうまみをいただきたいみたいなところがあるんですよ。だからなかなかまだ人間の修行が足りないので、ここみたいになんか架け橋にいつかなれたらねいいのかなとは思うんですけど、だって実際だからほぼ職場はだいたい吉本とか他事務所のお笑い芸人の人たちとの職場なんですよ。だから音楽関係とか、だから俳優さんとか女優さんと番宣ゲストで来ますけど、そんなに何か一つのものを作るっていう経験がないから架け橋にあんまなる機会がないんですよね。まあ、もしかしたらバラエティ番組で映画の宣伝に来た俳優さんと、なんかドラマの宣伝に来たなんか女優さんとなんか架け橋になって、なんか2人が意気投合してなんか次回作一緒にやろうよみたいなんでヒット作が生まれたりすれば、こっちも駆け足になったなっていろんなインタビューで言えるんですけど、まだ32年ぐらいこの世界いますけど、まだ一回もそんなことないです。ちょっとこれを糧にちょっとあの後半の人生頑張っていきたいと思います。駆け足になれるように、はい、そうですね、これを映画を見てちょっと駆け足になりたいなっていう、そうですね、俺これでもないしこれでもないしこれでもないし、この辺でなんか掘削作業してるおっさんですから、はい、ちょっとでも ここの丘に上がれる人間になりたいと思います。なんかあの子供が結婚してあの孫が生まれたんですよ。ただ海外に住んでるんでまだ会ってないんですよ、コロナ禍で。なんかだから写真とか動画ぐらいですよね、なんかこうあの見たりするの。だから早く、まあ、早く収まってくれたらなとはちょっと思ってるんですけれども、はい。いや言ってるんですけれども、でもなんとなくいろんな方がもうそうですけど、なんか面倒見たり可愛がったりとかされてると思うんですけど、往々にしてそういう人ってまず売れないですよね、はい。あの売れてる先輩と同じもん食べて同じうんこしてるやつ絶対売れないです、僕の持論ですから。やっぱそこはやっぱ距離取ったりとかそれぞれで頑張っていただいて、なんか一緒に仕事するときになんかご飯食べに行ったりとか、なんか大体の関係の方がいいのかなとはなんか持論としては思ったりしますよね。でそういう意味で言うと、今回のこの映画もそうですけど、だからキングコング西野君とかオリラジあっちゃんとかで、あ藤森君もそうですけど、なんかこう自分たちの道を歩んでいったんで、なんかこう親の立場、勝手に親の立場になると、だから頑張っていただきたいなとは思えるっていうか、まあ、共通点で言うとそういうとこですね、はい。まさにこう一人立ちして、そうですそうです、ここですよ。だから西野がここであり、嫌な西、ね、ここですけどね、西野のここは、はい、あのあっちゃんとかもだってもうジャングルからシンガポール行くんでしょ。いや立派なことやなと思ったりとか、藤森は藤森でジャングルの近くうろうろ多分するんでしょ。だからそれぞれのなんか個々の人生を歩んでほしいなとはちょっと思いますかね、はい。ザルードじゃないですけど、どうしても親目線でザルード目線になっちゃいますね。でもなんか一方でこうなんかココのなんかこうザルードポケモンに育てられてね、また人間とサトシ君と出会ってなんかこう人間の部分とか潜在的に持ってるなんか人間の部分とかっていうのもなんかこう魅力的ですし、やっぱこの2人が一番魅力的ですし、なんか目がいっちゃいますよね。だから初めて本当見たから、そんなにサトシとポケモンピカチュウがそんなメインじゃないねんなってびっくりしました。あー家族ね、やっぱそれは高校になっちゃうんじゃないですか。あーでもサトシもいいですよね、なんかこう自立心があるけど、こういう2人の関係性見るとちょっとお母さんに連絡するところもね今回の映画でもありましたし、なんかいいなと思いますね。そうですね、 ここかサトシかな。本番中ぐらいしか喋りませんけど、やっぱなんか頭の回転のね早い賢い子だなとは思いますし、だって考えたら別に歌のレッスンしてるわけでも俳優のレッスンしてるわけでもなんか
タレントになりたいわけでもなく、まあその言うたらティーンのモデルで人気者になってちょっとテレビ出たらなんか頭の回転が早いからあれよあれよとバラエティー出たわけでしょ。だからど真ん中の世代じゃないですか、子供の時にポケモンを見てたっていう意味で言うと。はい、いやだからその思い入れは強いと思うんですよ。だから、うん、だから最近だからもう10年ぐらい前からもうみちょぱは見てないと思います。ポケモンから離れてると思います。もうそれでもしも見てます、毎回見てますって言ったらそれ嘘ですね。はい、みちょぱの嘘です。そんなみちょぱ俺見たくないです。みちょぱは多分本音で喋ってくれると思います。子供の時は見てたけど最近は見てないと思ったから逆にどんな感想か聞きたいです。多分俺がええー、なーと思ったシーンとか絶対言わないと思います。全く違う感想だと思うんですよね。果実食べてるで、ね、ここがいやだから植えたらいいんだよって言ってザルードからのそういう、まあ、ジャングルの、まあ、動物たちの発想からするとその何か育てるっていう発想がないんじゃないですか。ああいうところ俺ええー、なーと思ったんですけど絶対みちょぱ何も響かないと思います。はい、あとあれです、 Z が悪くして川落ちようとするところをなんかこのここがロープでこうねでこうずっとこれ自分にはなぜこのなんかロープみたいなのがないんだって悩んでたけどやっぱ人間ですからやっぱ知恵っていうのがあるからロープを使って、縛ってこの木のところに縛ったじゃないですか。あのシーンも俺ええなと思ったんですけど絶対みちょぱ何も思ってないです。落ちなかったぐらいです。 Z 落ちなかったっていうぐらいだと思うんですけど、だからそういう意味で言うといろんな世代で行けて楽しいなと、終わってからお茶飲みながらあのシーン良かったなとかって納得するところもあればいやそうみたいないやこっちの方がいいんじゃないいやそっちはあれやんけとかいうふうになんかおしゃべりできるというか、だから小学生とか中学生高校生大人でお父さんでおじいちゃんおばあちゃんみたいな全ての層がなんか見てああだこうだなんかしゃべれる映画だなとは思いました。みちょぱが似ているキャラクター強いて言うならみちょぱが似ているキャラクターあのなんか博士の横で女の人が優しくてもうやめましょうみたいなあのキャラじゃないです。ではないです。あれですね、町でここが初めて町にいた時にあのなんか亀付き画面のなんかそうパロディみたいな亀が暴走したあれでいいですよ。で有吉が止めるっていう有吉がまあ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 って止めるっていうそうそう暴走するでみちょぱのこの辺触ったら落ち着くっていうはい、僕とね中村勘九郎さんはあの腹違いの種違いの兄弟なんですよ。他人なんですよ。でもほんま腹違いの他人あのその種違いの兄弟ですから常に気になるし、いつかねあの歌舞伎座とは言いますけど国運歌舞伎ってあの東京百貨店のところでやってるんですよ。あれはだからそのちょっとこう歌舞伎の敷居高いけれども歌舞伎役者でもだから看板とか血筋によっては大きい役もらえない人とかが大きい役もらえたりとか一般の方と、ね、役者と混じって芝居できるんでいつかは国運歌舞伎出たいんですよね。中村勘九郎君とね一人二役というかお前は誰だ俺はお前だと言いながら二人でこうやり取りしたいなとはいずれ思ってるんですよ。はい、ここのここにやられたは、だから育ての親のザルードのここに対する深い愛情にやられました。なかなかねできそうでできないことじゃないですか。でなおかつ一人前にして自立させて旅立っていくっていうのも認めるっていうのはなかなか器が大きい懐の深い男だと思うのでそこにやられました。私みちょぱはココのここにやられた。いやでもやっぱり欲しがりす、あのリスはめちゃくちゃ可愛かったです。ちょいちょい出てきたりくっついてたりとか何言ってるか分からないけど動作とかもう見た目が可愛かったのでもうお気に入りですね。ココが言った架け橋になるっていうセリフはやられましたね。なんか本当だったらもっと甘えてもいいし全然一緒にいることに関しては悪いことじゃないのに
なんか自分が成長するためになんか独立して自立しようとしてる感じが、自分も一応母親と同じマンションに住んでるんですけど違う部屋で2部屋借りてるので、なんかそこは自分なりに成長しようとして独立したいと思ってそうしたので、なんかちょっと自分に重なる部分があるのかなと思って、いやポケモン舐めちゃダメだよって子供向けだと思うじゃん、違うんだよって言うと思います。あなたも劇場でココにやられちゃってください。私東野幸治はココのココにやられた。こんなぞ誰一人損せえへんいいアニメに、なぜ僕みたいな心ない人間をオファーしてるのか分かんないですよ。どうしてもこう子供が見るね、親と一緒に子供が見る映画のイメージですから。でもなんかちゃんとなんか夢中になって、全くポケモンのこと分かってないんですけど面白かったです。あのね、ポケモンの映画を芸人さんに勧める場合どういうキャッチコピーかというと、とにかく見たら絶対にその登場人物の中に自分に当てはまるやつがいてるから、それを探せと。それを探して見つけたらそこからどうしていいか、どうやったらなんかこう人気者になるとか忙しくなるかっていうヒントが隠されてると。やられたなっていうところは、人間ですからいつか離れる時も来るっていう、なんか永遠のテーマのような。あの、ね、自分も子供がいてて、で子供ももう大人になってもう結婚して孫がいてるんですよ。だからってなってくると、なんかこう自分とザルードがこう重ね合うっていうところもありましたし、時と場合によっては俺も Z みたいな感じに振る舞うんかなとか思いながら、感情移入しやすかったですね。あなたも劇場でここにやられちゃってください。